DJ ソーライト、アロハ、こんにちは。 DJ ソーライトメロージャム TV ファイナルファンタジーレコードキーパーやっていきたいと思います。はい、本日も毎日更新シリーズハッピーラッキー装備召喚ガチャいってみましょう。はい、今回なんですが、バフェスバイのカウントダウンガチャシリーズハッピーラッキー装備召喚ファイナルファンタジー14回していきましょう。僕はね、ファイナルファンタジー14もアクティブユーザーではありますので、ここは推しキャラをゲットしていきたいと思います。推しキャラはまあアリゼお嬢様なんですが、フルコンプしてますが、かぶりで超連できたらいいかなと思ってます。あとは野手未勝時出たらいいかなと思いますが、ミラボ確定分の星6、さあ内容はどうなんでしょうか。アルフィノもね、未勝時出てくれたらいいなと思います。これは誰だ、エスニャンっぽいけど、なんでしょうか。ニャンの戦技でした。はい、今回なんですが、こちらから大人気コーナー行きましょう。シリーズメンバーチェック1-2でございます。行きました。現状のスタメンから紹介していきたいかなと思います。クリスタルダンジョン、コキ、アシエン・ラハブレア、こちらもうすでに撃破しておりますので、気になる方は概要欄に貼ってありますのでチェックしてみてください。その時倒したメンバーなんですが、アリゼお嬢様、ヤシュラルルパイセン、ミンフィ、イゼルの氷の巫女姉さん、エステニアンとなっております。それでは最推しのアリゼお嬢様から見ていきましょう。アリゼお嬢様はコンプしております。マテリアもコンプしております。はい、ヤシトラルルパイセンなんですが、未所持かなりあります。まあ、レンズ品で交換できるのが4枠、あと D 角究極覚醒となっているので、闇ガチャで当てたらいいなと思ってます。平で使っているという感じですね。マトウヤの姉さん、ミンフィですが、はい、ミンフィリアはこちら全てコンプしております。あ、マテリア持ってないのあった。マテリアが持ってなかった。これはドリセル出た時に回収したいかなと思います。必殺技はコンプしております。マテリア未所持ありでした。イゼル氷の巫女なんですが、調節ですね、レンズ品で交換できるものになってます。イゼル姉さんめちゃめちゃ強いんで、かなりおすすめではありますね。エステニアンですが、未所持あり、超必殺ですね。あとはシンクロか、シンクロ未所持ですもんね。今回もフェスでシンクロ1個選べるのがあったら、エスティニアンを選ぼうかなとかもちょっと思いますね。確率発動も未所持、レンズで交換できません。天命でも活躍してくれたので、エスティニアン今後も使っていこうかなと思います。他のメンバーを見ていきましょう。サンクレットね、これちょっとね、まだまだ新しい装備が出てないので。サンクレットは原作だとシーフ創建士からのガンブレーカー、ガンブレードを使うキャラに変わってる、タンク役に変わってるので、そちらのね、なんだろう、 FF14 のね、レコードキープしてくれるならガンブレード、これ出てくるんじゃないかなと期待しております。まあ未所持はね、全部レンズ品で交換できるので、まあ、サンクレットねめちゃめちゃかっこいいキャラなんですが、サンクレット原作だとエーテルがね使えなくなるから、魔法があんま使えないみたいな、そういう疎い感じの設定に変わってるから、まあまあまあ物理特化型で出てくれる方がいいかな。でもサービスでね、ちょっと忍術使えたのはあれ、もうちょっとね使えたらいいなと思うんですが、現状14のリアルでいくと物理特化型タンクですからね、そこを楽しみにしてます。イダ姉さんなんですが、まあ、イダ姉さん、リセはですね、こちら覚醒がレンズ品で交換できる、まあ、シンクロ新奥義 D 角未所持かなり多いですが、なかなかスタメンは厳しいかなと思います。パパリモもね、まあ、僕のパパリモは波流の時にオバフロバースト超絶で頑張ったみたいなところがあるんですが、オーバーフロー審議持ってますね。リミットブレイクチェーン、まあ、魔法キャラなので揃えてはいきたいかなと思うんですが、スタメンに食い込むのはちょっと厳しいところはあるけど、完全魔法パーティーで行くなら入れたいですね。はい、アルフィノごめん、俺の FFRK の14はアルフィノ一強で支えてたのに、ついにアルフィノパイセンがスタメンから落ちてしまうという悲しい、風でもスタメン落ち、14でもスタメン落ちというアルフィノ、悲しいお知らせなんですが、究極 D 角リフトブレイクチェーンシンクロ
味噌汁は強力なのが持ってませんが、究極美学がね入ってきたらエステニアンとね交換させたいなとは思うんですが、アルフィノアリゼね双子姉妹を使っていきたいんですが、アルフィノね強化していきたいかなと思います。次はシドボッチャーですね。シドなんですが、シドガーロンドはシンクロ超絶バーストとしょぼいのしか持ってません。でこちらは戦技超絶超必殺、こちらがレンズで交換できますと。オルシュファン見ていきましょうか。オルシュファン持ってるのは新奥義リビットブレイクオーバーフロー、覚醒覚醒確かフルブレタイプだったと思うんですけど、そうオルシュファンはね原作でめちゃめちゃいいね役をねやってるので、盾として非火線を守るというねとてもね感動的なシーンがあるので、オルシュファンのことはバカにしない気持ちいいって感じですね。いいって感じなんですが、はい、気になる方は原作チェックしてみてください。そんな感じでアクティブユーザーのファイナルファンタジー14もやってますが、月読みの BGM にしてました。今回は月読みといえばねグレン編のともうねかなり重要人物なんですが、ストーリーもめちゃめちゃいいです。まあ、僕はもうメインキャラクターを赤魔導士にして FF14 進めてるんですが、メイン武器のウェポンは月読みの剣をミラプリしているという、それぐらいね月読みはね僕の中でも結構大事なキャラクターではあるんですが、ファイナルファンタジー14ね興味ある方、ファイナルファンタジー14のプレイリストもリンク貼ってあるのでぜひ見てくれたら嬉しいです。引き続き DJ ソーライツメロージャム TV ファイナルファンタジーレコードキーパー、コンスタントに YouTube に動画投稿、そしてショート動画ライブとやってます。こちらのガチャ動画に関してはシリーズアッピーラッキー装備召喚バックフェス前のカウントダウンガチャでございますが、毎日更新全シリーズ回しております。投稿型の動画とは別にショート動画でガチャ動画のみも同時公開してますので、見やすい方を見ていただけたらなと思います。投稿動画の方も前半の 1,2 分の方でガチャ動画の結果はすぐ見れる動画に全てなってますので、投稿型が好きな方、ショート動画でささっと見たい方もどちらも合わせて見てくれたら嬉しいです。そしてインスタの方でもインスタのリール動画でもショート動画としてガチャ動画をアップしてます。で投稿動画でガチャ動画の結果のみを画像でもアップしてますので、インスタやってる方はぜひメロージャム TV アカウント、そして DJ サワライズアカウントフォローよろしくお願いします。そして TikTok の方でもガチャ動画毎日リールショート動画で上げてるので、 TikTok やってる方もよかったらフォローよろしくお願いします。引き続き DJ ソライズメロージャム TV ファイナルファンタジーレコードキーパー、コンスタントに動画投稿、フェス前にモチベーションガンガン上げていきたいと思いますので、チャンネル登録高評価コメントよろしくお願いします。皆さんご視聴ありがとうございました。サンキューマハロ DJ ソライズ。